ですね、まず本日は案件を今回いただきありがとうございます。ただ一つだけ言いたい、我がマネージャー前ちんよ、彼怒りすぎだってはい、おはようございます、ラスカルでございます。本日はですね、冒頭でもお話ししたように今回また案件をいただきまして、大量のね、こちら目の前に見えているカレーをいただいていきたいと思います。というのも、クレーンゲームマスターという、通称クレマスさん、これね、アプリだとかネット上でクレーンゲームを楽しめるというサービスを行っている企業さんからね、今回案件をいただきまして、10月の8日から全国横断ご当地カレーフェアというイベントをね、開催する予定らしいんですよ。で、それに伴ってね、もう数十種類カレーがあるんですが、できればちょうだいなんてマネージャーにお話ししたところ、足らないでしょってことで、こんなにもね、大量のカレーが用意されてしまいました。どう考えてもね、多いということで、本日はですね、まあ送っていただいた商品を、まあ好きなだけ気になるものをかいつまんでね、食べ進めていこうと思っております。今回はね、お腹いっぱいならず、ちゃんと食べられる範疇ということで、1升は炊かずに8合ほどお米を用意してありますので、そちらの8合のお米と目の前に見えてあるカレー、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、ただいまね、こんな感じにセッティングし直しました。右と左にカレーがあって、左側に炊飯器、床には温める用のお鍋と、もう置くとこがないよ。うちのテーブルも部屋もそんなに広くないんだから、とりあえず一気にね、3種類ぐらい温めていきましょうか。てかここら辺をね、片付けないことには映らないから、まずはね、こちら左側の3種類いきましょう。で、いつもだったらね、一気にご飯盛っちゃうところなんですけど、やっぱりこうやって何種類もあると見た目がよろしくない。なので今回はね、こちらの炊飯器で一杯ずつよそっていきたいと思います。ぶっちゃけ一食でカレーを食うことがないから、パウチ一つにつきどれぐらい持っていいか全然わかんないんですよね。これぐらいですか、ちょっと盛りすぎ。よいしょ。まず一つ目にいただくのがこちらの飛騨牛カレーですね。こちらはね、岐阜県からの商品らしくて、カレーに入ってるお肉が 100% 飛騨牛を使用した贅沢なカレーみたいですね。やっぱりね、レトルトのカレーでも一つ一つちょっとね、種類が違うんで、ぶっちゃけね、今回めちゃくちゃ楽しみな企画ですね。ということで、温まりましたんでね、早速これ開けていきましょう。ふいふい、うわぁ、うまそう。こんな感じでですね、こちらの商品は中辛らしいんですけど、もうね、お部屋中にお腹すく匂い、もうスパイスの香りがたまんない感じで広がっております。それでは改めまして、いただきます。これ絶対うまいやつだ。うん、うまい。うん、やっぱカレーやばいね。食欲がすげえ出てくる。これ1食目から大当たりですわうん、牛肉の旨味がもちろん染み出てるんですけど、何よりもね、この野菜の甘みとか旨味、それがね、かなり強いですね。うん、うん、はい。ということで、一品目は完食でございます。朝カレーってめちゃめちゃうまいな二品目ね、行く前にこれ次のやつ温めていこうかな。続き、熱っ熱っ。続きまして、こちらのマグロカレーですね。よいしょ。こちらの三崎港マグロカレーですね。もちろん神奈川県の三崎港から取れたマグロをね、贅沢に使ったカレーだそうです。普段ね、なかなか海鮮系のカレーって僕いただくことが少ないので、ちょっとね、これ楽しみ。色はね、先ほどに比べるとちょっと黒めな感じですね。あ、あ、いる、マグロがいるよ。あ、すっげえシーフードだ。うん、シーフードカレーなんですけど、またね、食べたことないタイプ。貝とかね、エビとかはよくありますけど、このマグロ単体になると全然ね、シーフードなんだけど香りがね、別物っすね。うん、
いや今回この企画ものすごい嬉しいんですけど、当初はね5品ぐらいでいいのかなっていう勝手なね想定をしたんですけど、そんなわけにはいかないね、大食いだもんね。うん、あー赤い。うん、うん、ということで2品目完食でございます。汗止まらん。3品目はスープカレーになりますので、こちらは別皿に移させていただきます。3品目はこちらのカレーでございます。富山スープカレーブラックということで、富山といえばねラーメンでも富山ブラックなんていうラーメンがございますが、こちらはねカレーバージョンでございます。したらこれスープカレーなのでしっかりと浸していきます。いただきます。ん？なんだこれは。ブラックペッパー？ブラックペッパーの香りが効いてて、スパイスもね香り効いてるので、山椒にも似たようないい香りが鼻をねスッと通り抜けますね。うん、想像以上にかなりフレッシュなスープカレー。うん、やっぱりスープカレーだと普通のカレーよりもサラッとしてるのでどんどんね進んじゃうんだよね。うん、うん、ということで3杯目のねスープカレー完食でございます。だからまた追加してこうか。続いてのカレーは埼玉県が大好きな僕としては外せない深谷のネギを使った深谷ネギのポークカレーでございます。これはね絶対うまいはずよ。あ、お、ネギがゴロゴロ入ってる。これ見えますかね、これ深谷ネギゴロゴロ入ってますよ。甘い、めちゃめちゃ甘口だ。うまっ。このねしっかり煮られたネギの甘みとか香り、これがねカレーにしっかり染み出てる。うまい。やっぱカレー界ってテンション上がるな。うん、ということでこちら深谷ネギのポークカレーも完食でございます。続いてこちらの5品目に移りたいと思います。ほっ、うん、うわコーンたっぷり。続いてはこちらの北海道コーンたっぷりカレーでございます。名前の通りルーにコーンがたっぷり入ってます。いただきます。甘い。こんだけコーンが入ってるとね、一口噛むごとにコーンの甘みが口の中でブワッて広がって、これいいね、お子さんとか絶対好きだと思う。うん、うん、なんかねここまでコーンが入ってるとカレー風味のコーンポタージュ飲んでるかのような、あんだけね主張の強いカレーがちょっとね負けてコーンがね全面に出てる。うん、うん、こちらのコーンカレーも完食でございます。ああ、続いての品行かせていただきます。続いてはこちらのカレーでございます。こちらも岐阜県でございます。明宝ハムカレーということで、こちらのカレーはね一品目も食べました。ハローカンさんというところから作っているカレーらしくて、まあ、岐阜県といえばねもうこの明宝ハム有名ですよね。こんな感じでゴロゴロとハム入っております。いただきますと。うん、ハムうまっ。カレー自体もね、結構懐かしい感じ、ホッとするカレーですね。うん。でも最初はこの昔ながらのね、優しいカレーかと思ったんですけど、食べ進めるとどんどんスパイスの香りが鼻に溜まってきますね。うん。はい、こちらもね、完食でございます。そしたらこれでラストかな。ラストカレー行かせていただきます。
くわ。最後にいただくのはこちらのカレーでございます。こちらのカレーね、こういった感じで牛すじも入っておりますし、これ珍しいんだけど見えるかな、レンコンだと思うんですよね。こちらのねカレーも最後いただきますね。よいしょ。酒粕の香りがすっごい、うん、酒粕の香りは強いんですけど、牛すじ煮込みの甘辛い感じ、あれにね近いような風味もあって、なんかねこれも食べたことないタイプのカレーですね。また牛すじが溶けるほろほろうん、いやうまかったな、ごちそうさまでした、うん。ということで本日は10月の8日からクレマスさんで開催される全国横断ご当地カレーフェアで提供されるカレーを7種類いただいていきましたが、どれもねめちゃめちゃ美味しかった、うん。やっぱりねカレーとは一口に言っても種類によってね味も全然違いますし、ご当地ごとにね特産品を使ったこういったカレー食べれるのはねいい機会だなと思いました。外出せずともねこうやって全国各地のカレーをねいただけるのはね最高っすね。またこちらのカレーフェアと連動してカレーの壁チャレンジというイベントも開催される予定となっておりまして、得得したカレーを壁に並べてツイッターの方でハッシュタグでつぶやくと、入選者の方にはなんとクレマスさんで使える無料チケットをプレゼントということで、ぜひねこの期間中にこちらのカレー大量にゲットして、なおかつチケットの方も無料でね大量にゲットできるチャンスとなっておりますので、皆様もねぜひご参加ください。いやそれにしてもねマジでカレーがうまかった。いや何回かねこういうレトルトのカレーの撮影しておりますが、まだねだいぶ初めましてのカレーが残っているので、こちらのカレーせっかくいただいたのでゆっくりね自宅の方で味わっていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。